お二人もまさか赤星がプロに行けると思ってなかったって思ってたんじゃないかなと思って申し訳ないですけど、ごめん、思ってなかった。そうですよね、はいはい、阪神に指名していただいた時は、まあ、偉そうなことをずっとね、新庄さんの穴を僕が埋めますみたいな、はい、偉そうなこと言ってましたけど、うん、入ったもん勝ちって勝手に思ってたんで、あ、プロに、はい、今さん、じゃあ、はい、なんかもし気になる、今ね、シドニーオリンピック話しましたけど、社会人野球の話、プロ入り後の赤星のリード選手、もう今の勢いで言ってもらいましょうか。ああ、これプロ入り後の、プロ入り後の短めにいきますね、これから。いや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 、あのこれは、はい、多分僕、飯塚さんにも岩瀬さんにもちょっとお聞きしたかったんですけど、お二人もまさか赤星がプロに行けると思ってなかったって思ってたんじゃないかなと思って。おお、まずはキャプテンから聞くんですか。はい、まあ確実に行けるとは思ってなかったけどでも足がスペシャリストだったんで、はい、やっぱ光るもんがあるので、肩と足、はい、あと運動能力はあったので、もしかしたらと思ったんですけど、まあ、後に3割バッターになるとか、ピカピカに光る一流選手になるとは申し訳ないですけど、ごめん、思ってなかった。そうですね、はい、多分岩瀬さんも多分それは思われてたと思うんですよ。あの大学の時に、はい、今でも忘れないのが、当時僕キャプテンで中野さんって言いたいです、はいはいはい、その人で多分あれだよね、7番とか9番とか、その要は回打ってたでしょ、打順、打順が、はい、その時になんかどっかの試合、明治かな、なんか1回1打席目セーフティーかなんかして成功したの。成功、はい、そうで次が打ってって、そこから多分ボン出したかな、ボンなんかだったの次は。そしたらその中野さんが夜のミーティングかなんかで、赤星お前三塁側に成功して何打ってんだみたいな、今度一塁側だろっつって、だからなんかあバリエーションを、そうだから両方成功しないとお前もう打つなみたいな感じで言ってんだこの人って思ってたの俺、はい、でその後プロ入って4年になってるわけでしょ、はい、そしたらあ3割打ったとか、明治神宮とか優勝したでしょ、優勝しました、だから、はい、もう打つ一番のイメージなの。プロ入ってきて、まあ、これね今飯塚さんとよく電話喋ってたけど、はい、赤星1年目の時に3割近く打ってたんでね、最終的には打ちました、はい、2球2ですね、そうでしょ、はい、その時に電話で言ったら飯塚さんが俺に一言、はい、俺なら4割打てんなっつって俺がプロ行ったら4割打てるなって聞いたから、悪いじゃんなるほど、悪いじゃん、言ってないよ、言ってない言ってないからね、言ってない言ってないこれ本当に、うんうん、だから、はい、そのところのあれをやってたってことでね、飯塚さんはやっぱ社会人も見てたから、コロナ前ではあの最初なんとかセブンって呼ばれて、はい、野村さんがつけた F1 セブン、はい、F1 セブンって呼ばれてたけど、セブンの中に入っちゃいけないメンバーむしろ他の6人が F1 じゃないよって一人だけ、うん、もう飛び抜けてたから、はい、その中でやっぱ打つ技術もついてきたから3割打つよね、うん、あ、うん、まあ、だって普通のヒットで2割6分7分でもあの足で3割打てるし、あ、確かに確かに、内野安打もありますね、やっぱ内野安打があるんじゃなくて前行くもん、あ、なるほどなるほど、しょうがない、うん、はい、やっぱ打ち取ったのはアウトにしたいから、はいはいはい、ピッチャーが、はいはい、だから右下の時にボテボテをケアしに行くし、それはもう技術だよ、あ、だから本当に今2人がおっしゃっていただいたように、やっぱ打つことがやっぱかなりネックだったんですよ、はい、で飯塚さんに関して言うと、僕社会人時代も1年だけ相手、うん、対戦相手として、はい、飯塚さんが NTT 東日本で選手でおられて、僕も JR 東日本に1年だけ行ったので、はい、僕全く打ってないんですよ社会人の時も、うん、金属バットだったんです、僕らの時ってまだ、あ、社会人、はい、はい、なのに全く打ってなくて、はい、で多分本当に JR の先輩たちもみんな思ってたし、多分同じ東京地区でやってた社会人の先輩たちも、はい、チーム、他のチームの人たちも、はい、なんで赤星がドラフトされんねんみたいなぐらいの勢いだったと思うんですよ、はい、ただ僕も正直打つことに関しては自信なかったので、岩瀬さんにはそうやって今ね、はい、あの大学の時いいバッターになってって言ってくださいましたけど、ただここだけはなんとかしないとって思ってたんですけど、入ったもん勝ちって勝手に思ってたんで、あ、うん、プロに、はいはい、プロに入ったらもうここからはもう自分次第だなと思ってたので、うん、だから阪神に指名していただいた時は、まあ、偉そうなことをずっとね、新庄さんの穴を僕が埋めますみたいな、はい、偉そうなこと言ってましたけど、とりあえず打つことさえなんとかなれば
できるかなって思ったのと、プロに入った時にあこんなに阪神の選手たちって当時ですよ、はい、当時ですよ、今強いですから、はい、ですけど当時僕らあの入った時、はい、万年再開争いしてた、ちょっと、ね、暗黒時代だったんですよ、はい、2001年の入った時に、はい、でミーティングとかも野村さんが一生懸命こうミーティングいろいろしようとするんですけど誰も反応しない、で試合後にミーティングルームでビデオを見てる人なんかほとんどいない、で僕は当たり前にそのビデオを見たり研究したりするのってのは当たり前だったので、あこれもしかしたらこの辺さえうまくこなせればこの世界でも勝負できるかななんて思ってたんですけど、だから本当に配球を読む、まあ、技量プラス配球を読むこととかっていうのはすごくやりましたし、だから井端さんが本当にドラゴンズでショートでずっと出られてて、あの井端さんのポジショニング、さっき言いましたよね、一番最初に、はい、大学時代にポジショニングがすごい、はい、すっごい動くんですよショートで、あーその僕が、ま、打席に立った時とか、はい、で井端さんのところ行っちゃうんですよ、あだから要はバッテリーが そうやって打たそうとして配球してるわけですから、はい、井端さんのポジショニング通り飛んでっちゃうんですよ、あなるほどね、でいかに井端さんの逆に打つかっていうのをいつもドラゴンズやる時は思ってましたし、はい、なんかもうその時点で実中にはまってるみたいな、なんか、ね、そうなんですよ、ね引っ張れたの、あこっち側に、そう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 、はい、そこが多分アマチュアの時とプロに入っての違いだとか、うん、やっぱり結構引っ張り覚えたでしょ、そうですね、1年目でそれができるようになったことがまず一番大きかったと思いますし、うん、で逆に言ったらさっき言ったように井端さんが三遊間に寄った時にセンター前に打てたんですよ、あだから要は外のボールをそのまま流して三遊間に打つんじゃなくてそれを引っ掛けてセンター前に打てるようになってたんで、あ井端さんの逆に飛ぶこともできるようなバッティングにはなってたので、もう一個言うと僕でもその今のバッティングのことで言うとそのこの引っ張るイメージっていうのができたのは実は飯塚さん真似したんですよ、あこれあの違うんですよ、本当に飯塚さんってね4年生の時っていうよりは神宮球場で、まあ言い方悪いですけど背大きくないじゃないですか、小柄なのにあのレフトにホームラン打ったりしてたんですよ、逆方向、左方向、左バッターで、まあ、いわゆるだから飯塚さんって左に流してるっていう打ち方じゃなかったんですよ、はい、左になんか引っ張ってる感があって、あだからバチンって打ってスタンドに放り込むみたいな、はい、これ結構参考になってて、で井端さんも逆方向に打つときにこうやってなんか流してるって感じじゃなくて、はい、右方向にバーンってこうやって打つんですよ、はい、その打ち方、お二人のその最後のインパクトの最後の反対方向に打つときのこのバーンバーンっていうのを、これが僕全く大学時代できなかったんですよ、でもこれを得得したからまあ打てるようになったというか、実に面白い、あの赤星さんと言ったら盗塁ですけど盗塁したらあの二塁に来るんじゃないですか、うん、あの塁じゃ早い、あ早いですか、もうねキャッチャーが来るでしょ谷繁さんから、はいはい、来て大体アウトだと思うの、うん、他の人とか、はい、大体それがあるんだけど、あ来たこれアウトだと思ったらタッチしたら足が入ってんだよ、やっぱね、だからね最後のもう本当何メーター 2メーター3メーターがめちゃくちゃ速い、あ最後のとこ速い、そうあここ走ってくるのもまあ確かに速いと思うんだけど、はい、そこは、まあ、まだ向こうだから見えてないの、ボールとこの自分の、まあ、両目で見てんのかどっちで分かんないけど、はいはい、あ来た来た来たって言った時のこっちの気配を感じてると俺に近づいてくるほどより速い、スライディングってさ大体みんなちょっと落ちるわけよ、確かにこう、ね、そうだから、はい、見た目とこのボールでこうタッチしたらアウトになると思うんだけど、はいはい、あーって言ってるのは、はい、今までナンバーワンは赤星さん、はい、片岡、その同じ匂いがするっていうか、ああその感覚的に、まあ、どっちが速いかって言ったら分かんないけど、はい、もうこの2人しか速いと思ったことない、はい、ああなるほど、片岡さんね、これは速い、逆にこちら側から褒める形になります、そうですね、一番でもこだわり持ってた部分ですかね、はい、だからもう本当にプロの世界に入った時にある程度盗塁決められるだろうなとは多少思ってたんですけど、自信はあった感じですか、ありました、あおおもうプロのピッチャーがなってこう、はい、正直僕が入った時は社会人クラスのレベルとそんなに変わらなかったです、あだったらそのピッチャーに関しては感覚でただキャッチャーのレベルは高かったんですよ、僕入った時古田さん、谷繁さん、阿部慎之助、はい、でもうそうそうたるメンバーがセ・リーグにいたので、はい、キャッチャーのレベルがまず全然違うんですよ、まず取ってからのスピードとか、社会人とアマチュアとかコントロールとか、はい、
だけどピッチャーのクイックモーションに関してはそんなに当時大したことなかったんで、これはいけるなと思ってたんですけど、ただやっぱり最終的にアウトになるケースっていうのはキャッチャーの送球が素晴らしくてここに来るからアウトになるっていうケース、だからもうとにかくスライディング勝負だったんです最後。はいはいはい。だその時に、まあ、だからスライディングの練習は結構したんですけど、はい、でもそこまでしなくてもやっぱアジアでやっぱその走塁技術っていうのは磨いてきましたし、はい、社会人も経験したんで、結構俺ら教えたよね。教えた教えた、うん、やっぱりね、そこはそうベーラの師匠ですから、ね、あ、はい、師匠ですから教えた教えた。だけど一人さ、俺ら同級生でさ、赤星より早いって言ったでしょ。あ、しもちゃん、そうだ、これがいたの一人。赤星より早いんだよ、走ったら。プロ野球の盗塁王ですよね。もう全然、あのね、西日本短大附属が当時優勝した時の唯一2年生で出てた子がアジアに入ってきたの。はいはい。で俺らも待ってみて、早いよ、こいつはめちゃくちゃ早いなと思ってたよね、はい、そしたらもうそれに匹敵するやつが入ってくるっつったけど、早かったさ、早かった、走ったらね、早い。そう、ただ、はい、遅い、あのスタートがスタートが、あ、なるほど。そう、あのだから技術的なこと言わせてもらうと、その先輩よりは僕の方が上手かったです。あ、なるほど。だけど直線走らせたらもう全然僕より速いです。めちゃくちゃ速いです、ね、めちゃくちゃ速いです。しかもね、涼しそうに走るの。あ、なるほど。で、速いの、ちょっと爽やかにする。で、見た目速そうに見えないんですよ、走ってる姿が。あ、力感がないってこと。そう、めちゃくちゃ速いですよ、でも。あ、なるほど。やっぱりこう技術なんですかね、やっぱ盗塁っていうのは。やっぱいや、だからスピードはある程度あって、でだから飯塚さんなんか特にそうだったんですよ、はい、秒数と多分遅いんです。そう、遅いんですけど、はい、うまいんですよ。あ、盗むのもうまいし、はい、だから飯塚さんはだから盗塁する技術っていうのは高かったですし。それは岩瀬さんに教わったから。まあ、岩瀬さんはだからもうトータル的なその技術がね。俺結構足早かったんだけど、アジア行ってどんどん落ちてたよ。1年生より2年、2年より3年、怪我したからね。そう、岩瀬さん怪我ありましたからね。盗塁してこう塁上でこう話したりするんですか、こう赤星さんと岩瀬さん。もう早く終わろうよしか言ってないよ。いやでも、あのもちろんだから一応試合前には必ずその特に3連戦の頭とかの時は岩瀬さんにいつも岩瀬さんお願いしますとか言って挨拶行って、はい、で試合中もだから盗塁した時っていうよりは、僕は二塁ランナーにいた時に後ろから牽制とかでサインあるじゃないですか、はいはい、牽制の時とか近寄ってきて、もう早い終わろうよとかもうええやろうとかもういいやろうって。いやだけどあれ盗塁とかなんかされて、おいとかないよね、もう潔くせい。ああ、それはないです、ないです、全然全然。それは後輩が走ってくるのにさ、もうアウトじゃねえかって審判に言わない。ああ、なるほど、あのあっさりでしたよ、はい、セーフ、あ、セーフ。あ一番あっさりでした、はい、あのもうなんか、うん、ええってタッチして、もう多分セーフって分かるじゃないですか。 そう、その時はもう、まあ、タッチが適当なんですよ、はい、もう諦めてるから、あええみたいな感じで、ええええみたいな感じで返してるから、ここ行ってもみたいな。そう、もうセーフのタイミングで。なるほど。もう行かんといてやとかはたまに言われましたけど。そうです。あの三投ってさ、はい、責任は9割ぐらいなんかショートにあるみたいな。あ、ちょっとこうリードのね、三投するときは言ってくれって一回牽制入れさせてそれで行く分にはいくらでも。確かにね。あの切れてた話ちょっと切れてた。あ、有名なやつ。 あれは、いや、あれはアジアらしからぬ。いやいやいや、アジアらしからぬですか。おいと、聞こえねえよお前っつって、はい、でかい声で喋れみたいなことずっと言ってるんですよ。だから、いや、それ聞こえるわけねえじゃんと思いながら、で、それ思いながらやってたら、はい、このインタビュアーの言ってることが、はい、分かんなくなってきちゃったんですよ。ああ、もうちょっとそれが、ね、ね、気になっちゃって、はい、プチンってなって思って、マイク入ってねえんだよこの野郎ってなってしまった。確かにそのセリフだった。そうなんすね。そうなんですよ。